いつものテンションじゃないですけど。ああ、言って、マジで。じゃないんだけど、昨日僕ね、夜中にキャスバー行ったんですけど、まあ、そのことについてね、まあ、なんだっけ、まあ、前カノが来るって知らなかったんだけど、俺。もう前カノ来て、まあ、なんかギャー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 叩いてくるやつがいたんだけどさ。うん。まあ、どう思いました、皆さん。もうほんと偶然な、偶然。残念して。どう思った放送を見たりとかして。正直のもう、ほんと NG もぶち込まねえし、ブロックも入れねえからさ、書いてくれよ。タヌキのなんかバカコメントでさ、たださ、全然関係ねえことで叩いてるバカどもいるからさ。ホシポいらっしゃい。ああ、じゃあ、本音書いてくれ、常連も。アルビルいらっしゃい。未練たらたら見えた、どういうふうに、それはどこら辺が、ドバイいらっしゃい、ガルチェいらっしゃい、イチゴピンいらっしゃい、どこら辺が未練たらたら見えた、うん、エッグチャパンいらっしゃい、どこら辺が未練たらたら感じた、だって特に接してねえじゃん、普通に会話してるだけじゃん、それで未練たらたらってどういうことよ、わしだよ、いらっしゃい。未練たらたらに感じたってことは、放送を見てて未練たらたらに感じる部分があったとかでしょ。どこら辺があったの？席も離れてたろ、確か。愛子の隣ぐらいだろ、いたの。愛子挟んでよ、隣だろ。どこら辺が未練たらたらだったの？そもそも隣に座ったりとかさ、頻繁的に別に二人でこうやって話してたわけなんでもないじゃん。二次会行ったけど、二次会は席がそもそも違ったし、場所がな、元カノ目の前で、俺こっち側で、で、後からこっち側に来ただけで、後半。あなたの本心、ゴージャス待つの、いや、一回まとめよう。元彼女がいたら帰りますね。なんで？それは理由は？理由は？横線、あ、横剣。ごめんな。別に俺攻撃的なわけじゃないからな。聞きたいだけだな。なんで元彼女がいたか帰んの？別に喧嘩別れしたわけでも何でもないんだよ。俺ら。だから俺らはな、恋愛関係でおいて、彼氏と彼女っていう関係は絶対無理だっていうことで別れただけ。だから俺は友達以上恋人未満だな、お前との関係って言って俺は別れを切り出したんだよ。うん。だから友達以上恋人未満なだけなんだよ。悪か。相手もそれで終わってんだよ。なんでその中で相手はさ、不満だったりとかいろいろあるだろう。だから放送上で文句言ったんだろう。それだけだよ。リックいらっしゃい。義理とか言って寝転がってるとか、義理もクソもねえべよ。バカらシャンパン2本開けたわ。わしだよ。シャンパン開けてよ、開けてよって愛子に言われてて、シャンパン開けたわ、2本も。バカ。十分ギリ果たしてんだろ。俺昨日5万ぐらい使ってるわ。アイコ、だっけ、キャスバーで。パラダイスロックいらっしゃい。パラダイスロックいらっしゃい。関わらないって言ってんのはお前だろ。関わらないよ。はぁ、店にたまたまいたんだろ。なぁ。バカじゃねえの。俺が最初見て行ったら後から来たんだろうが。何言ってんの。少しさ、その時系列まとめて話せよ。今日以前の話がお前の価値を下げてるの分かる。どういうこと？リスナーの金じゃねえ、俺の金だ。今日以前の話が俺の価値を下げてるって何の価値を下げてんだよ。俺は何も言ってねえぞ、そもそも。バカ。相手の悪口とか一言も言ってません。指輪外していったん当たり前でしょ。トイレの前で待ってなかった。誰かそう言った。トイレに入ってたんだよ、人が。違うんだよ。俺が最初トイレ行ったんだよ、トイレに。で、右乳が来たんだよ。トイレに人が入ってたんだよ。そしたら人が出てきたら俺と右乳でトイレ入っただけだ。女なんかいねえだろ、そんな。アホ。何言ってんだ。
なんで俺はトイレの前で待っちゃいけないんだよ。なあ、トイレに人がいりゃ入れねえだろ。アホ。来ることは予想できた。できねえよ。あんな時間だろ。夜中だろ。そもそも夜中なんか出る子じゃねえんだからよ。予想できるわけねえだろ。キムチいらっしゃい。なんで同じタイミングでトイレ行ってねえわ。行ってねえよ。何をお前ら見てんの。一緒なんかトイレ行ってねえよ、アホ。気持ち悪い。操縦士いらっしゃい。オナニストいらっしゃい。粘着の意味が分かんねえんだけど、まず。サータリーいらっしゃい。あ、チャトラいらっしゃいね。カブがいらっしゃい。痛みでももう昨日買ったやつ全部飲んでた。いや、妄想空想はいいんだけど、な、妄想空想勝手に進めないでくれよ。なんか昨日の出来事が多いて。別に俺は別にな、特別何もねえよ。言ってなかったら、言ってねえっつうの。ラーメン、行ってねって言ってるさ。ラスカルでした。愛子さんの枠ミュートにしたのは向こうに聞かないように助言したの。ピッちゃん、愛子さんの枠ミュートにしたのは俺じゃねえわ。俺どこに座ってたんだよ、席を。なあ、俺がどこに席座ってたんだよ。俺がミュートにしたの。おい、俺どこの席座ってや、カメラどこにあったよ、見ろよクソガキや。なあ、それで言ってんの俺に。俺がミュートにしたんじゃねえわ、アホ。何を言ってんの。何見てんの。放送ちゃんと見ろよクソガキ。俺がミュートにしたのかよ。俺どこに座ってたんだよ。どうやってミュートにすんだよ俺がよ、あの席の位置で、バカ。本当のことも誰もねえよ。俺がどうせ座ってたって言ってんだろ、この野郎。おい、クソガキ。俺がどうやってお前手伸ばすんだよ、あそこらよ。アホ野郎。俺のことについて言うんだったらよ、な、俺がどういう行動、言動を取ったの見ろよ。バカ野郎が。ふざけよ。ムカつくな。スーパーキラーじゃん。見た上で言ってるんだ。じゃあ無理じゃん、確実に。テーブルがこうやって長テーブルあって、俺こっちに座ってんのに、カメラここら辺にあんのに、どうやって手が届くんだよ、俺がよ。バカ。死ね。見た上で言っていつそれか。おい、わしじゃよ。頭おかしいんじゃねえの。なんでお前盲目格好にあるわ。おい。わしだよ、論点ずれてるぞ。俺がミュートをしてないのは事実だろ、あの映像を見てら。クソガキ。調子こくなてめえ、ぶち殺すぞてめえ。あのよ、叩くんだったら叩くでよ、ちゃんと事実についても、ね、事実に基づいてよ、叩けよ、クソガキよ。違うよ、彼女が隣にいた時の話。だから彼女が、だから、のんちゃんじゃねえよ。リカピーが隣にいた時だと俺一番端っこの席にいるんだろうが、アホ。どうやってミュートにすんだよ、バカ。あったも悪いな。俺がどうやってミュートにするんだって言うんだよ、このクソガキが。頭悪いんじゃねえの。手が届くわけがねえだろ、アホ。頭おかしいんじゃない。
録画残ってるだろ、アイコンの枠。違うよ、映像見てんだろ、お前ら。音声聞いてんだろ。だったらその上でちゃんと話せよ。紀藤君いらっしゃい。事実曲げてさ、物事話すなや。バカ。てめえら嘘やらんだろ？だったら事実に基づいて物事話せよ。だったら話にならねえだろよ。人のこと嘘つき嘘つきって言ってんだからよ。事実曲げて話したらよ、話になんねえだろ？違うか？バカ。冷静に話してねえよ。てめえだ、わしだよ。話をごまかしてんだろ、てめえ。な。嘘ついてんじゃん、お前。嘘ついて物事話すなっつんだよ。これはどうだったんですか、ああだったんですかっていう話を言うんだったらわかるけど。いや、わしらのコメント読まねえ。お前嘘つきだから。クソバケ。犬いらっしゃい。嘘ってどこ？嘘ってどこ？逃げんなよ。はい、ブロック。ブロック連動。米部だけで見えなくすんぞ。放送でコメント打てるし、別にな。まず、リスナーの金だろっていうことについて、俺の金だ。あのさ、わしだよ。お前のコメント見てればわかるけど、お前全否定でコメントしか書いてないんだよ。もうちょっとさ、まともに書けよ。おめえだけだよ。頭おかしいの。お前だけ。うん。お前だけ。ブロック？ブロックは入れないよ。NG、NG に入れるだけ。米部 NG に。ブロックじゃねえだろ。だったら普通に話せよ。あ、マサオとも全部入れるぞ。マオも、マルメンも、米部 NG に。お前よりもし、似たり寄ったりってことだ。バカ。なんだ、普通に話さない？事実に基づいて話すか、それか、事実がわからないことについて質問するかにしてくんない？いい？ね、いい？事実に基づいて話すか、事実かわからないことについて質問をして、その上で会話のキャッチボールをやるかでよろしいですか？いい、わしはよ、いい、いい。事実に基づいて話すか、事実じゃないところって、事実か事実じゃないかってわかんないところあるじゃん？映像で見えない部分もあったりとか、話がわかんない部分もあるから、だからそのことについて質問をして、その中で会話のキャッチボールするでいい？あまりでもお前らも妄想空想で話されてもさ、こっちはさ、違うことについてムカつくんだよ、いろいろ。決めつけだから、お前のコメントって。いい？いいな。だったらいいよ。じゃあ、はい、じゃあ。はい。マサオ、ブロック。テーブルの下のあの子の足元に左手伸ばしたりするのも見苦しい。はい。こういう嘘つきね。はい、第1号。嘘つきだから。手なんか届くわけねえだろ、バーカ。事実に基づかないコメントについては、米部 NG をぶっ込むからな。クソ。ああ、いや。わしはいいよ。一個一個体つけて、他の人のコメントにはしっかり切れないで、これ。切れないじゃなくて、お前らが決めつけるコメントやめろよ。もう、じゃあ、俺言ってんじゃん、わしよ。妄想の中で話を勝手に決めつけないでくれって言ってんの。事実について全部話すし。な。いいだろ？はい、で。元彼女が配信であなたをボロクソ言ったのに、そのような相手と二次会まで一緒にいたことを聞きに来ました。横剣、そのコンテンツについて話すよ。そのことについてな。まず一件一件片付けよう。